王者と日本代表の最終戦、朝日放送からお伝えします。青のジャージがハンガリーの名門ウイペシティ同社チーム、対する白のジャージが日本代表チームです。一進一退の攻防が続く前半33分、前田のパスを受けた16番木村が同社ゴール左隅にシュート。日本代表チームの先取点と思われましたが、その前にオフサイドの反則があり得点となりません。35分には前田が左足で豪快なロングシュートを見せますが、これも決まらず、結局前半は0対0のままで折り返しです。後半に入って動きの良くなった同社は24分、9番トローティクが右オープンへ大きくパス、ファゼカッシュのヘディングパスを受けた11番ナジが右サイドからシュート。これが見事ゴール左隅に決まって、同社はようやく先取点を挙げました。これに対し日本代表も速攻で反撃に転じます。38分、左オープンに展開した後センタリングでゴール前へ持ち込みます。これを大友がヘディングパス、最後は15番横山が叩きつけるようにヘディングシュートを決めて、日本代表チームは1対1の同点に追いつきました。この後競り合いが続いて両チームともエキサイトするシーンがありましたが、試合はそのまま引き分け、同社は4勝2分けの無敗で日本での全日程を終了しました。